はいどうも、オレオヘイです。お願いします。はい、本日も引き続き、ありがたいことにモンタナスポーツさんで撮影の方させていただいてるんですけれども、今回は、まあ、グローブと続いたので、スパイクの方を見ていこうかなと思います。最近、高校までは走ること全然嫌いだったんですけども、まあ、最近ちょっと走塁にも興味が出てきてっていうのもあるので、スパイクちょっと今、いろいろ調べたりとかしてるんで、で、今来たら、おっていうのがあったので、ちょっとまずそちらをご紹介していこうと思います。はい、そのスパイクが、はい、こちらアシックスのゴールドステージ SMS というスパイクになります。ん？ちょっと待ってくださいね。ん？これ見て、皆さんもしかしたら、あれ？ジャパンスピードじゃないの？って思うじゃないですか。ジャパンスピードはこちらなんですよ。ほぼ一緒。ほぼ一緒。なんですけど、刃がちょっと違うんですよ。ジャパンスピードの時はここがあったんですけれども、SMS、ゴールドステージ SMS になってからはここがなくなったんですよ。よく見ると。とか、まあちょっとね、つま先寄りの刃の本数が変わってたりとか、カバーじゃないんですけれども、こういったところにちょっと違いはあるんですけれども、まあほぼほぼ一緒だろう、変わってないだろうと思うんですけれども、一応新しくなっています。はい。今言った通りね、変わったところ1点目。まず、ここの、ちょっと刃が後ろ変わったよっていうところになります。ここがなくなったの、なんか外に反れやすくなっちゃうんじゃないみたいな、あるかもしれないんですけれども、まあお店の方、モンタナさんが言ってたんですけども、逆にここがなくなったことで屈曲がしやすくなる。ここの邪魔がなくなるんで、足が曲げやすくなるよっていう効果があります。なんで、僕まあキャッチャーやるとき、こっち入ってたんですよ。キャッチャーのときは、ジャパンスピードか。昔の名前で言うと、を履いて出てたんですけれども、よりさらにキャッチャーがやりやすくなるんではないかという感じになりますね。で、あとは、まあ、些細な変化です。ここに関しては。ここの、かかとの部分が、メッシュタイプになってたりとか、裏側って言ったらいいのかな、靴の中の部分が、紺色になってたりとか、っていう、まあ、さっきも言った通り、ちょっと P 側、チックな、ここの当て側が変わってたり、っていうところの変化ぐらいで、質も全然変わってないんですけども、ちょっと軽くなったからって、ジャパンスピードってただでさえめちゃくちゃ軽いスパイクだったんですけど、それでもさらに軽くなったのかなっていうようなイメージがありますね。ゴールドステージ SMS なんですけれども、誰が履いてるか、まあ皆さん多分知ってる方多いんじゃないかな。はい、鈴木誠也選手履いてるんですよ。ってことはですね、まあ鈴木誠也選手と同じスパイクを履くことができるんですよ。まあ僕もね、正直ジャパンスピード買った時はそれが目当てで買いました。で、履いてみていいなと思ってずっと履いてた感じですね。で、さらにそれが進化されたので、これはもうかなりいいんじゃないかなって。本当に軽いです、マジで。だし、まあ、ちゃんと足の裏、足の曲げやすさっていうのを計算して、作られているスパイクなので、かなりおすすめだなというふうに感じます。はい、でアシックスといえば、まあ、今年夏にオリンピックがあったじゃないですか。まあ、オリンピックの公式パートナーということで、アシックスがいろんなウェアとか出してたと思うんですけれども、まあ野球の話ですね。野球でいろんなウェアとか出してたと思うんですけども、オリンピックカラーも登場しております。はい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 、こちらなんですけれども、カラーは朝日が昇る力強さをイメージした鮮やかなサンライズレッドというカラーなんですね。ただのレッドではない、ちゃんとイメージ意味を込めた赤色、まあオレンジなんですけれども、朝日ってまあ正直オレンジ色じゃないですか。そういった意味を込めた色のスパイクとなっています。まあこちらもね、代表でアシックスの契約選手なんかが履いてたのと一緒のスパイクになるので、ここもねちゃんとメッシュになってたりとかっていうのがあるので、かなり派手ですよね。遠くから見たらサッカー用のスパイクじゃねえかみたいな感じがあるので、グラウンドで目立ちたいよっていう方とか、まあ赤好きだよ、オレンジ好きだよっていう方がいたら、ぜひぜひ購入してみてはいかがでしょうか。で、最後です。で、今はね、全然見なくなったんですけども、僕が高校野球の時なんかは、まだ、まあ半分の人ぐらいは履いてたかなっていうような、スパイクが、白スパで登場しました。それが、はい、はい、はい、こうですね。玉沢のメッシュの白スパイクとなります。これです、川底ですよ、川底。しかも3本刃ですよ、川底の3本刃ですよ。もうね、僕ら世代からしたらすごい懐かしい。やっぱりね、僕も一時期川底のスパイク履いてたりとかっていうのがあったので、まあね、足がすごいフィットするんですよ、地面と、っていうのが川底の特徴があるので。川底ってね、少しやっぱ革使ってるでしょ、重いでしょみたいなイメージあるかもしれないですけど、メッシュ使ってたり、このエナメル部分もすごい軽いエナメル使ってんのかな、マジで軽いです。さっきの SMS、とアシックススパイクと同じぐらいの軽さで、むしろそれより軽いんじゃないかぐらいのスパイクですね。
で、もちろん白スパ、オール白ってことは高校生対応です。なんで、最近ね、川底のスパイク履いてる方って見なくはなりましたけれども、これが普通に市販で売られているということは、まあ川底がまたさらに手に入りやすくなったよっていうので、結構僕はおってきましたね。これはマジで懐かしいというのと、お、川底時代復活かっていう、それもこれもやっぱり伝統の玉沢さんだからできたことなのかなっていうようなイメージがありますね。玉沢さん、ちょっとここが広めかなっていう、日本人の足の横ってだいたい 2E ぐらいだったかななんですけども、もしかしたら 3E ぐらいの横広さはあるかもしれないです。ただちょっとこっち縦の高さが低めかなっていう感じもあるんですけれども、まあ横がかなり広いよっていう方は、でしかもメッシュなんで伸びてくれるんで結構いいのかなって思いますね。まあ足が横ちょっと広めな方なんかにもおすすめかなと思います。はい、ということで本日はまあいつもちょっとグローブだらけだったので、スパイクに特化して、商品説明の方をさせていただきました。どちらもまあ草野球人向けだったり、高校生今スルースパ使えるんで高校生向けだったりと、こういったようないろんなスパイクもモンタナさんまだまだこっちにありますので、ぜひぜひちょっと持ってみてほしいです。まず本当に軽いのでとか、まあ川底の感覚確かめていただいたりとかっていうのも、していただければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まああの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないんで、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。We'll be right back.